火事です。こちらの山で火災が発生しました。皆様は至急山登りをやめてすぐに下山してください。もう一度繰り返します。火事です。こちらの山で山火事が発生しました。皆さん今の放送聞こえました？火災が発生したみたいです。しかも山で火災って山火事ですよ。めちゃめちゃやばいですね。どこに逃げたらいいんだろうっていうか、どこから火が発生したんだろう。ちょっと慎重に逃げていきたいと思います。どうもシュンズ TV です。大変なことになりましたよ。今ピクミンたちと一緒に山登りをしている最中だったんですけども、放送が聞こえてきました。火が出てしまったみたいです。山火事でございますよ。こういう時ってどうしたらいいんだろう。そうかそうか、ピクミンたちありがとうございます。ピクミンって優しいし、それにとっても勇気があるんですよね。こういう山火事になってしまった時はすぐに逃げないといけません。よしピクミンたち一緒に逃げようね。よろしくお願いします。どうしようどうしよう、ピクミンたち山火事って本当に危険って言われていますからね。それにどこから火が出てるんだろう。ここからじゃ全然確認できないんですけども、でも火の方に行ってしまったらそれは最後でございます。マジでマジで煙で、あそこめちゃめちゃ燃えてるのがわかります。すごい赤くなってますけども、そうかあそこから火が出てるんだ。じゃああそこを避けて山を降りれば大丈夫だね。あそうか、赤ピクミンは火に強い。だから赤ピクミンを先頭にみんなで避難すればいいですね。間違えて火の方に行っちゃったとしても、それで赤ピクミンがなんとか、あれちょっと待ってください。あそこにいるのって白ピクミンと、そして羽ピクミンじゃないですか。なんであそこにいるんだろう。山火事でピンチで助けに来てくれたんですね。よかったよかった。羽ピクミンは空飛べるから、高いところからこの状況を把握することができます。それに白ピクミンは毒がありますから。あれちょっと待ってくださいよ。チャッピーが倒れてるじゃないですか。どうしてこんなところにチャッピーが、一体どういうこと。白ピクミンたち、チャッピーはどうしちゃったの。山火事で煙をたくさん吸い込んじゃって倒れてるって。そうか、チャッピーって口が大きいですからね。ピクミンとか私よりも多く煙を吸い込むことになってしまいます。でもどうしたらいいんだろう。このチャッピーとっても大きいし、あそうだ、チャッピーって確かピクミンのことを食べますよね。だったらこのまま置いてっていいんじゃないですか。白ピクミンと羽ピクミン、みんなで逃げちゃいましょうよ。そんなことはしたくないって。そうかピクミンたち、君たちは本当に優しいんだね。倒れて動けなくなってるチャッピーのこともみんなで助けてあげたいんですね。でもどうやって助けたらいいんだよ。僕たちが運ぶよって。そうかピクミンたちは物を運ぶこともできますからね。じゃあ分かった、赤ピクミンが先頭に立って火がない方向を教えてください。そして青ピクミン、黄ピクミン、羽ピクミン、白ピクミン、みんなでこのチャッピーのことを運んであげてください。大丈夫かなチャッピー。うわーすごい弱っているじゃないですか。やっぱり煙って吸い込むと良くないって言いますからね。じゃあその作戦でいきましょう。赤ピクミンいい、先頭に立ってみんなを誘導してください。そして私がその後ろ、チャッピーを運びながらみんなで一緒に向かいましょうよ。なんだかどんどん周りが真っ赤になってきました。山火事って本当に怖いんですね。ああそうだ、赤ピクミンが言ってましたけども、しっかりと口を押さえて、そして鼻も覆い隠して下山していきたいと思います。山火事になったら本当にすぐに逃げなきゃいけませんからね。よし赤ピクミン案内よろしく。赤ピクミンは火に強い、青ピクミンは溺れない、黄ピクミンは高く飛ぶ、羽ピクミンは空飛べる、白ピクミンには毒がある、個性がいろいろ生きてるよ。よろしくお願いします。皆さんなんとか赤ピクミンのおかげで下山して、そして家まで帰ってきましたよ。よかったよかった。それにしてもチャッピー大丈夫かな。すごい今羽ピクミンがパタパタして、そしてトイストーリールームまで運んでいきましたよ。
さて、トイストーリールームまで来ましたよ。チャッピーの様子が心配でございますけども、よいしょと、おもちゃの皆さん聞いてください、聞いてください。今ピクミンたちと一緒に山登りをしている最中だったんですけども、まさかの山火事発生でございますよ。そしてチャッピー、やばいですよ。チャッピーがぐったりしていますけども、医者のドクターステンチが見てくれています。ドクターステンチ、チャッピーはどういう状態ですか？シャンさん、煙を吸い込んでしまってぐったりしていますが、命に別状はありません。すぐに良くなりますよ。よかったよかった。ピクミンたちがみんなチャッピーのことを心配していたんですよ。本当にみんなピクミンたちって優しいんですね。それに赤ピクミンのおかげで山火事があったんですけども、なんとかみんなで助かることができました。チャッピーもピクミンたちがみんなで一緒に助けようって言ってくれたんですよ。おお、なんとか元気を取り戻したのかな。チャッターホン、あ、シュンズ TV、 チャッピーは言っている。助けてくれてありがとう。僕たちは一つの家族だとな。そうかよかったよかった。チャッピー、すっかり元気を取り戻しただけではなく、ピクミンたちとすっかり仲良くなったんですね。おもちゃたちのみんな、山火事という危機をみんなで乗り越えて、そしてピクミンたちもチャッピーも仲良くなれましたよ。いやー、山火事が起きた時はどうなるかと思いましたけども、でもピクミンたちのおかげでなんとか助かりましたよ。シュンス TV、 シュンス TV、 警察官のポリスステンチ、シュンさん、山で火災が起きた時は絶対に火の方に向かって行ってはいけないんですよ。火災はとても危険ですからね。そうか、確かにですね。これを見てる皆さんも山火事に遭遇しないようにくれぐれも気をつけてください。これからの時期、火災とかも多くなってきますからね。ああそうだ、そしてピクミンたちはまたどこかに帰ると言っていました。こうやってまたシュンズ TV の部屋にみんなで遊びに来てほしいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。あだよ。ママ。ああ、ピクミンやチャッピーたちもすっかりシュンズ TV と仲良くなってしまったみたいだな。プロスペクターに質問だよ。ロッツォは今度のキャラクター何を洗脳したの？ああ、今回は一度洗脳したことあるやつしか洗脳しないぞ。ちなみに明日送り込むやつはもう決まっている。アルファベットの G から始まるやつだ。そうだろ、ロッツォ。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね？次から次へと今まで洗脳したことあるやつをシュンズ TV の部屋に送り込むぞ。ロッツォに質問、コメントでリクエストしても仲間にできないのってありますか？ああ、もう年内は過去に洗脳したやつしか送り込まないが、また来年になったらいろんなものを送り込むぞ。なのでコメント欄に書いていただきたいところだが、ロッツォチームはみんなで一致団結して今年中にシュンズ TV を確実に終わらせるのだ。ロッツォチームの諸君よ、お祝いのパーティーの準備だ。ああそうそう、ここまで行ってもシュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあどうかね。